アキトの成長速度ってどれぐらいやばいんですか？結論から言うと、新速ですね。もうゴンさんと肩張ってる。アキトのイベントストーリー、Find Our Way Out 第4話において、ビビットストリートで歌い始めていた中学生のアキトが、1年後には神子アキトと同じくらいまで成長している姿が描かれております。これが、ただの中学生の成長というだけだったら頷けるんですけども、このアキトくん、実は小学生の頃からビビットストリートで歌い始める頃まで見た目が一切変わっておりません。時系列を考慮すると結構矛盾が生じちゃうんで、以下の条件をもとに考えると、アキトくんはこの1年間で28センチも身長が伸びたと考えられます。いや変わりすぎでしょ。ちなみに普通の成長期であれば1年間に8から10センチほど伸びるとされているので、だいたい平均の3倍ぐらい伸びてんだな。これなゴンさん、いやもうこれゴンさんなのよ。でこういう時によく出てくる話題が成長痛なんですけど、実際のところ急激に身長が伸びてるから成長痛が起きるってわけじゃないらしくて、ここまで急激に伸びたら多分痛くなるだろうから、アキト君俺に身長を分けてくれないかな。